ゲド州はソマリアの州。行政中心地はガーバハレ。ジュバ川の西部でもあるゲド州南部は古くはイギリス領トランスジュバとして知られ、イギリスとイタリアとでたびたび領有が争われてきた。1990年代のソマリア内戦では首都モガリッシュからの避難民で人口が増えた。しかし間もなくゲド州も戦乱に巻き込まれ、人口は減少に転じている。 内戦の避難民により、昔と人口分布が大きく変わっている。ケニアとの国境付近の町ベレドハーオヤルークの人口が急増している。ゲド州の県ゲド州には7つの県がある。県名は、それぞれの県の行政中心都市名でもある。ゲド州全体の行政中心都市はガーバハレ国際連合の1994年の調査によると、 ゲド州の推定人口は69万人である。ただし遊牧民が多いため人口には増減がある。内戦前のガーバハレはゲド州で最も人口が多く、その他バルデラ、ベレドハをルークに住む人が多かった。内戦後はバルデラの人口が急増し、特に首都モガリュが激しい戦闘状態になると人口は 以前の4倍になって、ゲド州一の都市となった。バルデラ道路がアーバハレルークベレドハーオー関連地図、バルデラには、バルデラ工科大学とゲド大学が、ベレドハーオーには、ゲド大学のキャンパスの一つがある。ゲド州の主な産業は、農業と牧畜である。銀行業と通信業も発達を始めている。大都市に定住している、以外の人は、大都市周辺あるいはジュバカソイで、 農作物の栽培を、あるいは羊、ラクダ、牛などを育てている。人口の半分ほどは農業か牧畜をやっている。ゲド州はソマリア国内だけでなく、エチオピアやケニアとも取引がある。この取引は内戦後にも続いており、1998年、北欧実態調査団のゲド州に関する報告書はソマリアで比較的安定していると言われる。 北西部のソマリランドの州都、ハルゲーサよりもゲド州の経済の方が盛んであると伝えている。ベルドハオには大きな市場がある。モガディシュやケニアと大きな製品を含めた取引がある。バルデラには国草地帯であり、トウモロコシ、ジャガイモ、モロコシ、タバコ、玉ねぎ、ゴマ、パパイヤ、マンゴー、スイカ、バナナなどが育てられている。内戦前には、 バルデラの農作物が遠く北方のジブチにまで運ばれていた。内戦による混乱が落ち着いた2007年2月、地区の長老たちは平和を回復するため、アメリカの大学で学んだ1968年生まれのアデン・イブラヒム・アウ・ヒル氏を知事に選んだ。これにより、地域の平和は回復し、国際連合開発計画の支援により議会選挙も行われた。 ゲド州議会議員は32人であり、7つの県から人口比に応じて直接選挙される。政府の役員は知事が任命する。ゲド州の主な川はダワ川とジュバ川である。ダワ川はエチオピアとゲド州との国境を流れる。ただし道路漏のみはダワ川のエチオピア寄り側にある。エチオピアを流れるがなれドりゃがあの名がジュバ川に変わるのは ゲド州に入ってからである。セールがドゥード付近のダハーブルイケゲドは、ソマリアの中でも豊かな景色を持つ地区である。ダーオ地区には岩山があり、基本は赤砂であるが、ジュバ渓谷沿いに白い砂が積もっている。バルデラ県の北西にあるゲルゲルプライルでは、平らな砂地である。地区の中央には大昔に岩山を削ってできた峡谷がある。ウッキになると、 雨水が渓谷を通って南東に流れる。ゲド州南部は赤砂の平地である。ファーファクスルーン池バルデラの西8 5トルゲド州に多い家畜はラクダ、牛、ヤギ、羊である。ヤギと羊を同じ群れで飼う人が多く、その群れはアリと呼ばれる。一族で数百頭飼っていることが多い。また、ゲド地区では馬の繁殖も行われており、特に ベレドハーオの平地や、エルワク県ダマセ町近郊のディルハッダに多い。ジェルダーに峡国ベルバラ西方、約2 6トルゲド州の行政中心地がアバハレから、ベレドハーオの方角である北西4 0トルの位置に、ゲド州で最も高い山、フンバーレ山がある。ベレドハーオからは2 0トルである。バルデラからがアバハレに向かう、途中のワーモヤ霊の丘を越えると、 フンバーレ山の頂点が見えるようになる。ゲド州の山岳地帯には、ゾウやチーターなどの大型獣も生息する。夜には、ライオンのおたけびが聞こえることもある。バルデラ県西部、ゲリレイとファーファドゥンの間の草原地帯には、ダチョウ、オリックス、キリン、イボイノシシ、ハイエナなどが住む。この辺りの地区はゲルゲル、あるいはゲルゲルプレーリーと呼ばれている。 道路からバルデレを流れる千葉川にはクロコダイル、カバなどの大型動物が住み、時々川岸に上がっている様子を見ることもできる。ありがとうございます。